さまざまな効率化を図っていくですとか、地域の課題を解決をしていく、それから新しいサービスを作っていく、さまざまですね、生かしていける、そうした大いな可能性を持っていると思っております。村岡知事はインターネット上のデータを学習し、質問に文章で回答するチャット GPT を県でも活用していく考えを示しました。村岡知事はデジタル推進局に AI 活用検討チームを設置し、リスクをなくすためのシステム作りを検討していくということです。チャット GPT を使ったという村岡知事は、県の観光のいいキャッチフレーズ20個ぐらい考えてくれって言うと20秒ぐらいでパッて20個が出てくるんですよね。でなかなかいいやつがこうあるんですけども、ただそれはここが危ないのは、どっかで使われているものがそのままかもしれませんし、有名なコピーライターが作ったものかもしれない。チャット GPT は利便性がある一方で、情報漏洩や個人情報流出のリスクが指摘されています。県では根拠や正確性を確認してから活用することや、対外的な公表資料などには使わないなどのルールを定め、今後各部署で課題の洗い出しをしていくということです。